それに入れるようにやることやるわ。そういうことやってることは終わってるんですけど、私は終わってんの？はい、何もないんですけど、そのため夜中まで一定が来んで、そんな気持ち感じるようなことから、あ、マジ？何もかかるびっくりしたいなぁ。あの緑色のやつ水で濡らすの？水で濡らして、こするだけ。うわ。なんで急に膝来たの？サポーター しろって言ってるじゃん。なんサポーターしない？ザーヒーが痛い。ザーヒーが痛い。痛いし、なぜ横断の方向に自分でしない？自分ダメなんだ。座って、椅子に座って。どっちの前？こっち前で見る。ふにゃふにゃってなってる方が前。あ、そのぐらい。だ膝は気をつけた方がいいよ。膝痛いと結構できないよね。腰とか膝で。やばいよ、さすがに。それは嘘。100% 嘘。何が？痛いんだで。2つぐらいでしょ。このイチゴどうしたの？今日食べっかなと思ったら食べたの。本当にもう一個。私とちょっと麺し。ねえ、さっきめっちゃサッカー感動した。何のサッカー？あの小学生のサッカー。あの決勝だったの？決勝進出決めるやつで。どうだった？なんかもうなんかすごい。そう、もう本当に最後の最後で2対2だったんだけど決められちゃって、もうなんか来た。じゃあどうすんのこれ。そしたらジップロックに入れて、ほら
ジップロック出しちゃった。で言ったけど、高野豆腐とかも一緒に茹でて凍らすのがレシピなんだってね。はい、冬の期間の保存食だから、ね、はい、発祥は。ありがとう。練乳かけ、いちごに。まあ冷蔵庫でも腐るものじゃないけど、凍らせんのってか冷凍庫で外に置いておいてダメかな。なんか箱ある、いや、冷凍庫でいいじゃん。開いてるでしょ、冷凍庫。開いてるかな。いや、一番下も冷凍庫。主人の実家の方で年越しまして、近所なのでうちに帰ってみんなで寝て、それで今から氏神様にお参りしてからまた実家の方に行って、一緒にみんなでお餅を食べたいと思います。はい、氏神様はねもう着いたんですね。はい、はい、それでは行ってきます。財を失うことの質は小なり。よかった。少なく失うことね。質や最も大なるはこれなり。どういうこと？知性を失うことなり。この間も同じようなこと書いてあったね。やっぱりね。うん。お金よりもそういう人間性とか知性とか、やっぱりね。こっちの方が大切だってことだよ。いやいや、その通りだよ。注意しろってことか。安心して勉強すると。おー、いいじゃん、いいじゃん。おさん、安心できます。おさん、よしよし、どうだった、どうだった、こうなってた、めっちゃいいんだけど。内容は、内容が大事だよ。幸運の元になります。ただ、熱中すればな。あのさ、いいおみくじは持って帰っていいんだからね。まただ私、この間も金蛇さん、お前と2人だけだよ、大吉。でもここが大事なの。心配事もなくなり、以前のままに真面目に働け。お、いいじゃん。家の中も楽しくなる、幸福になる、家の中もなる。嵐だからね、私が嵐を巻き起こす。え、すごいすごい、いいじゃん。私商売どう、商売買うのはよろしいでしょう。あ、買っていいんだ。買うぞ、買っていいんだ。願い事は安心して勉強します。え、待って、うちと一緒。安心していいんだって。ね、お守り行かない。やっ、まあ、私ね、こういうのあんまり関係ないの。いい、私ここがやっぱり私重要だ。何をお参りするの、いつも。いつも健康と安全と不審者に襲われない。それお参りしてんの？受ける。でも大事なんで、真ん中ダメで。おはようございます。
大吉だったの。もうよかった。どっちも大吉。よかったね。え、お年玉忘れてたの？誰か。え、持ってってもちゃちゃ、どんじゃらの1万ドルって。どんじゃらね。私1万ドルもらってる。なにこれ。やだなにこれ。やだなに。ちょっと助けて、ほら、誰か助けて。ちゃちゃ見てるだけ。やだ。グランドペッパーのモッツァレラだよね。ない。あれ？豪華豪華。痛い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 、膝痛い膝痛い。じゃあいただきまーす。じゃあお雑煮からいただきまーす。いただきまーす。美味しそう。なんだかんだ消えるもんだね。うん。ちゃんとお腹空いてるよね、朝ね。朝起きたらお腹空いてたの。怖っとも気づくんで。あんなに食べてね。でもお姉さんあんまりお菓子食べてるイメージないな、昨日。私すごかったよ。ずっと食べたもん、私。ね、セリって全国的じゃない？セリ入るお雑煮。セリのお雑煮ってそう？地域連にすんだよね、セリって。うん。こういう方が好き。うん。セリ美味しい。ご飯あるよ。甘い方がいいって言ったから。お砂糖、うん、昨日のご飯もあるよ。食べたい。あ、そう、分かってくるから。ちょっと食べたいかも。ご飯温めるからいい、ね、いいです、いいです。膝痛いけどやります。水溜まってる。知らんよ。見受けた。ブーツ家まで連れてきてたもんね。マジ連れてきたのか。あとにブーツ連れてきたのね。どうやったら持ってんだよ。そういう神様いいんだよ。本当に膝痛いの。本当に痛いの。本当に痛いって膝。だからみんなさ、掃除したくないからさ、私が膝痛がってるって疑ってるんですよ。うまいお雑煮、やっぱり美味しいですね。味だ。ごぼうも入れるんですね。毎年入ってましたっけ。入ってたらしいよ。うん、ちょこっと切ってた。うち実家ごぼう入んないんだよな、うん、ああ、うん、うん、私も入れたら効果あんまりないんだけど。おっかに入れたの。今ついたてた。ついたてたぞ。疑わないな、人のこと。痛いのかな。あんこ餅。何個頼んだの？あんこ餅。1個。美味しい？なんかいつもの餅と違う。どんな感じ？柔らかい。そう、柔らかい。ね、柔らかいよね。私冷蔵庫でずっとやってて、うまっ。うん、早く食いやすくてさ、ゴリゴリ。これ美味しいの、バリ干し大根。うん、私これ買うよ。さ、美味しいよね。スーパーに出るじゃん、うんうん、ミルドもダメなのよ、食いやすくて。これすごい、うん、ゴリゴリでしょ。美味しいね。子孫繁栄とか幸せを願って作られた。そうなの、うん、キントンちゃん、うん、意味は、うん、その黄色いから幸せっていう。あ、幸せの色の。でもね、黄色はやっぱりね、幸せの色だよね。うん、レンコン美味しいです。これ。味。なんとか通った。ね、うまい。うん。栗はね、栗がなると焦げがあるでしょ、栗って。うん。うん。それ中身。骨を取って柔らかくなりなさい。そういう意味なの。え、そういう意味ですか。今考えた。もち美味しい。本当に美味しい。おもち。ね。しいたけってどういう意味あるんだろう。しいたけ。しいたけ。やっぱり言うよね。やっぱり言うよね。え、私の真似してんのそれ。うん、私椎茸言ってたよ、みんなで前から。だよね、うん、私たちのさ、あら、私たちだ。落としちゃった。私たちのあれかと思った、椎茸を。特許かと思った。椎茸を。言っちゃうよね、椎茸はね。うん、ああ、もう数の子もう一個食いだい。食べないよ。食べじゃないよ。梅に入ってね。うん、食べちゃうのよ。あんまり食べすぎたら、コレステロール。あ、まあね。卵焼きいただくよ。だって専門のフライパンで焼くの。しかもしつこく口の中に入れて。ちょっとさ、なんで黒くなんないの？砂糖入ってないの？水が入ってる。
あれだってほら何層にも巻くじゃん。あ、そうなんだけどさ、うん、あの砂糖入れるとちょっと黒くなったりする、焦げやすくなる、うん、ちょっと待って、ね、何で飲んでさかずき、うん、おいしい。本当何入れたの？使わなきゃもったいなくね。これは昆布、猫ぶだしと、あとちょっとのお塩と、あとお砂糖、三温糖。あ、猫ぶだし、うん、猫ぶはでもうまくできる、やっぱり。どこの地域のだっけ？青森だっけ？やっぱり猫ぶってどこだっけ？青森？富澤なんて？あの人が宣伝してるやつ、富澤、富澤梅を今ないの？こんにちは、富澤梅です。昔は夢芝居ないんだ。名前から書いてる。恋のカラクリ。旅役者です。いや、見てはいるよね。急に富澤。頭とヒロキになった。やばい。恥ずかしい。梅沢富美男と、あ、違う、あれ、梅宮達夫だ。梅達さんと松方弘樹コンビに思っちゃうのし、カズキコンビで。まじゃ、そもそも違うわ、ごめん。うるせえんだけど。富澤梅男です。腐ったやつでぬるぬるのじゃん。はい、一応。見て、それはパパ見て。俺だ、これ。パパ、俺これ静かファミリー狙ったの。これに関しては、絵柄なの。だから絵柄でやったら一つだけ振りやん。じゃあこれで入ってんのはすごい。一応ある、一応ある。あと手足全部揃ったの。だからすごい。待って、俺これ意外と地味なのに手足やるね。わー、俺さ、ずっと俺これだったの。何待ち？ずっとこれだったの。やったね、うちで。やっぱな、俺これ止めてたんだ、一枚。絶対ドラえもんメンツ入ってんじゃねえかな。レンジドラえもん4つも持ってたの、褒めてたかったけど、絶対やばい。ねっちゃんもある、ダイヤもある、スネもいた。ねっちゃん2枚。これが？お前が振り込んだ。お前が振り込んだ。でも勝てたからね、さっきの。うざまじで。今回ちょっといい勝負よ。回しよかったな。今回いい勝負。お姉ちゃん強えの、次親3回目だぞ。え、嘘？強いの。またね、バイバーイ。